やる気と行動と成果の一貫性の問題なんです。やる気を疑われると、やらない気が増えるんですよね。成果が上がってないと行動が増えるんですよ。高社長のチーム D 大学。じゃあ我々凡人はどうしたらいいのかというとですね、実は簡単な方法がありまして、それは何かというと B を信じるっていうことなんですね。考え方を承認してあげる、疑わない、たったこれだけのことです。具体的にはやる気があるのは分かってるけど、じゃあどうしようか、行動をテーマにします。やろうとしてくれてたよね、そこは理解してるよ、じゃあ行動はどうしようか。そんな風にやる気とかマインド、ここは信じていく。上司側がここを固定してしまう。俺は信じると決めた、そこは疑わないんだ、ここの固定することが大事です。その上で行動はどうしようか、その行動に焦点を当てて議論していく。この信じるということはですね、実は根拠は必要ないんですね。部下のマインド信じるって難しいです。そんな風に思われるかもしれませんが、神様を信じている人は根拠がないんですね。なんで神様がいると思うんですか、いや私は見ましたとかですね、いやこれはこんな恩恵を受けたからみたいなこと言われても、信じない人からしたら、それって錯覚ですよね、それ偶然ですよねってなるじゃないですか。でも信じている人は根拠なく信じてるんですよ。私はいると思ってるから信じてる。自分を信じると書いて自信と言いますが、自分を信じるのは条件とか根拠がないと信じられないっていう自信は本物じゃないんですよね。俺はこんな実績を上げたから信じてる、俺はみんなから高評価されてきたから信じてる、そんな風にですね、何か根拠があるから自信があるっていうですね、そういう条件付きの自信っていうのは脆いんですね。他者が評価してくれなくなった、結果が出ない、そうすると俺はダメなんじゃないか。条件付きの自信っていうのは条件が外れた時に自信でなくなってしまう。信じるというのはむしろ条件があってはいけないんですね。だから優れたリーダーっていうのは部下を信じるというのは条件がないんです、根拠がないんです。あなたが人間として素晴らしい人で、ビジネスマンとして優秀な人で、この世に必要な存在、この会社に必要な存在なんだ、それは根拠がなく信じる必要があるんですよね。実績を上げたとか、こういうスキルがある、こういう技術がある、こういうマインドがある、そういう条件付きの信じるじゃなくて、ただ信じている。だから B は疑わないっていうことなんですね。考え方は 100% 受け入れた上で行動だけ見直していく。この発想すると、実は疑わなくて済む、悩まなくて済むことによって物事がめちゃくちゃうまくいくんですよ。これは宗教的な話じゃなくて技術的な話なんです。 B を疑わない、責めないことによって行動だけにフォーカスをできる、そういうターゲッティングの話なんですね。何を変えれば成果が出るのか、 B を疑うと成果が出ない、 Do を疑ってかかる、行動だけ変えていく、そうすると成果が出る、ターゲティングを変えるだけで物事がうまく好転する、そういう話なんですね。さあ具体的にどうするか、推奨ワークということで3点お届けしたいと思います。1つ目、やる気を1ミリも疑わず信じると、これを言葉にする。例えばやろうとしてくれてるのは分かってるよ、狙いはいいと思うよ、そんな風に私はあなたの B を信じてるんだ、疑ってないんだ、それを言葉にしてあげると非常に有効です。そして行動の最適化、これを愚直にやり続ける。具体的にはですね、いつならやれる、これを繰り返すということですね。すぐやりますってやっぱり部下の方ってよく言うんですよね。今すぐやります、今やります、でもこのすぐという言葉はやめた方がいいです。いつまでにやりますっていうのも怪しいんですね。明日までやります、3日後までにやります、3日後までというのは納期ですよね。いつやるのか、何月何日何曜日の何時から何時でやるのか、どれぐらいの時間をかけてやるのか、このいつを指定するというのはかなり有効な手段です。これも行動ですよね、考え方ではありません。いつやるのか、そのスケジュールを決めてしまう。そして何か別のアプローチはないかな、こんな風に別の選択肢を提示するっていうのも一つ有効な手段です。行動が良くないとなると、行動の量とかスピードをやらせようとするんですけども、まず選択肢がいくつあるのか、その選択肢の中からきちんと選ぶ、選択するということが重要です。で、部下はですね、この選択肢をですね持ってないということが多いんですよね。誰が持ってるかといえば、まさに皆さん、上司が持ってることが多いんですよ。部下はやる気がないんじゃなくて選択肢を持ってない、だから行動できないっていうこともたくさんあるんですよね。じゃあやるべき選択肢がいくつあって、それを選ぶ理由が何なのか、それはどうやってやったらいいのか、この選択肢とその選び方、その進め方、これを与えてあげる。そしてそれをいつどれぐらいの時間をかけてやるのか、これを明確にするということ。じゃあいつどうしようかっていうのをですね、これを10回は覚悟しようと、こんな風に言っています。もちろん100回でも100万回でもですね、何回でも言っていくことが大事です。ただビジネスには期限がありますし、10回ぐらいやれば大体前に進むと思います。なのでですね、いつまでこれやるんだろう、そう思ったとしても10回これを覚悟すると大抵うまくいくと思います。何度言ってもやらない、これが3度言ってもやらないんだったら4度言う、5度言う、6度言う、10回まで言ってみよう。そこで感情いらないわけですね。 B を疑うと感情が入ってしまう。
しまいます。なんでやらないの。でも B は疑わない、信じる、やろうとしてるよね、やる気はあるんだよね、じゃあどうしようか。この冷静なやり取り、感情を入れないやり取りを10回繰り返す。そうすると部下は部下の方で、あ、この人は信じてくれてるんだ、なんとか成果を上げようとしてくれてるんだ。繰り返していくうちに学んでいくんですね。あ、これが分かってなかったからできなかったんだ、この選択肢思いついてなかったな、じゃあこうすればいいんだ、やり方が分かって行動ができるようになる、こっちよりもこっちを優先すべきなんだな、優先順位が分かってくる。こういうやり取りを通して3つ目、もし成果が出たら成果ではなく行動を褒めてあげようと。褒める目的は部下の良い行動を習慣化するためなんですね。結果だけ褒めるんじゃなく、プロセスを褒める、その行動を褒めていくことが重要です。そうするとその行動を繰り返そうとする、そうやってですね、成果が上がったことを学びの機会にしていただきたいんですね。何度言ってもやらない部下がやっとやった、やっと成果が出たとなると、つい感情が入ってですね、ほら俺の言った通りだろ、俺の言うことを聞いとけばよかったんだ、そんな野暮なことはぜひしないでいただいて、すごいじゃないか、これがやれたのは良かったんだよ、これは君の力なんだ、そんな風にぜひ勇気づけてあげてですね、上司の方ここまでやんなきゃいけないの、そんな気持ちになるかもしれません。でもこの活動っていうのは必ず誰かが見てるんですよ。絶対損しません。こんなアプローチを続けているビジネスマンを社会はほっとかないんですね。だからきっと出世します、稼げるようになります。なので何度言っても言うことを聞かない部下、これはチャンスなんですよね。部下の育成力、ここまでできる方はなかなかいません。でもこれができれば相当な育成力が手に入ります。みんなが悩んでることを皆さんができるようになる、そこにぜひチャレンジしてもらいたいんですね。まとめということで、この言葉で締めたいと思います。部下が行動しない時こそ部下を信じる力が試されている。試練という言葉は試すという言葉が入ってますよね。育成が難しい部下というのは一つの試練ですよね。心を鍛錬する、試されている、そういう場なんだと思うと気持ちが少し楽になりませんか。なんとか育てなきゃいけない、なんとか結果を出さなきゃいけない、そんな風に視野がぐーっと狭くなるとですね、なんでなんだ、なんでうまくいかないんだ、そんな風にイライラが募ってしまうと思うんですけども、これは試練なんだ、試されことなんだ、じゃあ挑んでみよう、そういう心意気でですね、この部下の育成をぜひ楽しんでいただけたらなと思ってます。そのことが皆さんの可能性を大きく広げていく、ぜひそういう場にしていただきたいと思います。最後にチームD大学では、組織や悩むビジネスマンを対象に、成果の上げ方やチームの作り方、ビジネスで役立つ書評などをお送りしております。チャンネル登録、ツイッターフォロー、いいねボタン、コメント、どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。